はい、こんにちは。森のワークベンチ、ザーキョンでございます。前回のフィニッシャーズノートクリア厚塗りですねが、厚塗りしたクリアが乾いたんで中研ぎやってます。動画的には数日間でガンガンガンと動画上げてたんですけど、実際これクリアのっけて1週間ぐらい置いてあります。放置してありました。まああれですよ、動画の編集が遅れてたってだけですけどね。わあ、シルバーだからね、見にくい、見えづらいわ。ヤスリ目が光っちゃってて、あとはこうヤスリかけた時の手触りっていうか、ヤスリ触りっていうか、まあこう指を置いてもね、スルッとするんで、そんな感じでいいと思います。だからあれですよ、今回一個ずつのテーマに分けて、動画をお送りしてしましたので、ちょっと時系列がなんかややこしいことになってるんですけど、でまあその1週間の間にあれです、下回りのサスペンションとかね、エンジンとかやってたんですけど、なんでいいんじゃないかな。ちょっと見にくいな。よっしょ、ルーペ、ヘッドルーペします。ウィンドモールの塗料はね、落ちてもいいんですよ。また黒を塗るんで。あ、この車ね、ご依頼いただいた、その参考にしてる写真見るとウィンドモールが黒なんですよ。で、いろいろ調べると黒のウィンドモールもあるんですよね。前作ってた GTR の詳細欄にリンク貼ってあるんですけど、 2000GTR ってこんな車っていう、まあ、再生リストなんですけど、その中にすごいですね、全て純正の状態で保管されてる方、もともとの状態で、まあもともとじゃないものがバッテリーぐらいかな。あとキャブはなんか違うのに変えてあるけれども、もともとついてたキャブはまあ保管してあるという。で内装の床、フロアもね、フロアの何だろう、ビニールシートっていうか、ビニールレザーっていうか、床のフロアパネルにこう貼ってあるんですけど、あれもどうなんだろうな、貼ってない車っていうのは逆にそれボロボロになっちゃって剥がしちゃってあるのかね。貼ってないのも時々見かけるんで、ウェブ上で。
で、その全て純正のままっていう GTR がウィンドモールが全部黒なんですよ。ただサイドウィンドウのこの下のライン、こう来て上、あ、この上どうだっけな、ちょっと確認した方がいいな。こいつは黒だし、ここ他の窓も黒だった。サイドウィンドウ、確かこれ上も黒だった気がするんですけどね。なので今回もそれにこう仕様を揃えようと思って、オリジナルのままであればね、おそらく同じことだと思うんですよ。そう、研ぎにくいってとこは柚子肌が残りやすいですから、今回はルーバーも抜いてないですね。このここのルーバーね、これも開口はしてないです。開口はしてないんですけど、ちょっと違ったもんで、墨入れっていうかね、影を入れるんで、いやー、こんなに削れてるつもりなんですけど、どうなのかな、こんな簡単に削れるかな、こんな簡単に削れた記憶はないんだけどな。まあどっちみちもう一回クリア乗せますからね、いいんですけど、一応ね、まあ普通に色塗ってクリアかけて研ぎ出しするじゃないですか。長研ぎ入れないで、ガイドクリアを塗り重ねていって、塗膜の厚みは少なくともそれと同じぐらい、最終的にね。で、一応フィニッシャーズのオートクリアの希釈の指定っていうのがありまして、厚塗りの場合は1対1で、通常はだから薄く塗るときは7.2倍、違う、 7.2 倍じゃない、なんだっけ、あったんすよね。で、それでざっとこう、じゃあその薄めクリアと濃いめクリア、結果的には乗せる塗料の量は同じと想定して、まあ実際中研ぎ入れるから違うんですけど、まあ、そこから導き出したその、ここ荒れてたんだな、こんなに、しょうがないな。そう、導き出した答えが、まあ、じゃあ薄めのクリアを6回、だから僕の中で濃いめクリアを塗り重ねた時の塗膜の厚みと
つ目クリアを塗り重ねていた時の塗膜の厚みをだいたい一緒ぐらいにしたいんですよね。だいたいですよ。じゃあ単純にこういう目クリアで塗り重ねた回数もう倍でいいんじゃないのと。ちなみにこれは知ってる人いると思うけど、研ぎ出しってもともと分かりますか？技術的に何の技術だったかって。これあれですよ、漆ですよ。巻き絵ってあるじゃないですか。重箱お正月も過ぎちゃったんですけどね、重箱の表面の塗装ですね、巻き絵、漆で色を塗って、漆はあれ、なんだ、あれはなんて言ったらいいんだ、ちょっと詳しくは覚えてないんですけど、漆をヘラみたいな、ヘラじゃねえな、なんて言ったらいいな、それこそゴムベラの木でできたやつゴムベラは木でできてない。でこう漆をこう塗り重ねていって、どうしてもその塗り重ねるとそのハケ目っていうかヘラ目っていうか段ができるんですよ。でそれをこう研磨してツヤツヤに持っていくのがこれが研ぎ出し、もともとの。だから多分これやり始めた人そのあたり知ってたんでしょうね。この技術はプラモで使えそうだ。だって僕もやってますけど、ミリタリーで、飛行機とかね、戦車とかでフィルタリングって言って、この塗装表面にいろんな色をこう重ねていくんですけど、あれはもう油絵の技法ですよね。油絵の場合はあれ下塗りからやるんですね。かなりここの立方を追加したところのパテを乗せたところですね。そこはまあこんなもんじゃないかなって。結構なだらかになりましたね。そんなんでとりあえず終わらしちゃいます。じゃあ、これか。それじゃあ、クリアですね。なんか、邪魔だな、これ。スタンドですけどね。塗装物用のスタンドなんですけど。クリアを塗る前に、掃除。掃除ってことじゃないですよ。掃除はして、念には念を入れてこの塗装ブースの中をもう少しホコリを飛ばしてやりたいんで、ここだけですね。これドライヤーで送風で飛ばすんですけど、まず窓を開けて、サーキュレーターをオンにしてホコリを吸い出す、外に向かって吸い出すよ。で基本服にホコリがついてるのでエプロンをするんだけども、エプロンもね、
ほこりを払ってから。装着して、これであの服からのほこりがだいぶなくなると思います。結構この前ガラッとやったんで、多分そんなには残らない。だいぶいいですね。昨日かな、一回ほこりを飛ばしてるんで、じゃあモトクリアを塗っていくんですけど、ね、濃いめじゃない場合、希釈はクリアに対してシンナー 2.7 の割合、 2.7 だから、だからまあ単純検査で僕は7対3って書いて、これは前の 240ZG の時に作ったのかな、違う、300の時に作ったやつ、でこれを5回か6回ぐらい塗ればいいと思うんですけどね。で、このエアブラシ、エアテックのビューティフォーなんですけど、前から、まあこれ使うようになって前から、こう、エアーツいっぱいかけると、なんていうんだろう、安定しないんですよ、その突出量が。プパパプパパって感じで、なんだろうなと思って、こう傾けすぎてここからこぼれてるやつかなと思ったけども、この角度だったらこぼれないんですよね。あるそのモデラーさんが YouTube 上げてる方がね、まあこのエアテックと、エアテックの何だったかな、なんとかっていうモデルなんですけど、ノズルから漏れるどういうエアブラシだで、その人はこのノズルカップのところにシール剤ですね、シーリングジェルというか、ジェル状のクリーム状のシーリング剤をこう塗って、まあ多分あれね、水道工事の使い方使ってどうなんだろうな。でそれは僕ないんで、これ実はこうちらっと白く見えるかな、白いのノズルカップ、これあれです、水道のシーリングテープです。あのホームセンターに行けば売ってるやつですね。これを細く切って巻いてやったら多分いいんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと今試してみます。これをね塗って、赤蓋取らないとダメだね。じゃあ果たしてどうなのかな。でもそんな圧はかけないですけどね、今回。ですね、どうかな、やっぱりね、どれぐらい圧をかけるのかっていうのがあるんですけどね。あ、でも結構いけるかな、怖いな。今かなり近づけてますけど、流れる感じはないんで、まあ当然ですけどね、ギアは分離してるんで、一回
結局あのある程度圧をかけないと、やっぱりザラついた塗り方になっちゃうんで、多分大丈夫、ある程度圧かけても大丈夫だと思うんですけどね。ただあんまりこう何回も何回も同じところに塗料をのせないようにすればいいんで、何回も何回やってもやっちゃうとあの芯になるんでね、どんどん溶かしていって下の塗料をシルバーが目を覚ましちゃうんで、そうですね、塗装面のね、その塗料が乗った瞬間の状態を映すことができれば一番わかりやすいんですけど、まあただこのシルバーの場合自分で見ててもすごくわかりにくい。こう塗料が乗った瞬間ってこうなんとなく表面の感じ変わるじゃないですか。それを見ながら塗ってるんですけど、エッジの部分塗った分にはそんなに問題はなさそうなんで、思い切っていきますか。これあのクリアがかなり表面で濡れた感じを、もう濡れた感じをね、どうかな、ちょっと気持ち悪いな、微妙にちょっと下の様子が違うんですよ。これ戻ってくれないかな、これぐらいなら戻りそうな気がする。あんまり圧かけれないな、圧をかけるのはやめた方がいい。だから中取りの意味今回あんまりなかったかもしれないですね。シルバーは難しいな。だいぶいけたのかな。だいぶいけたっていうか、まだ半分ですけどね。この辺りまで、この辺りまでなったのが、1回目、2回目、今カップに入れて、ここまでなったんで、今カップに入っているのを塗り終われば、ほぼほぼいい感じになると思います。はい、クリア塗装の方ですね。終了しました。まあ、あの、終了して1、2時間置いてあるんですけどね。まあ、塗装ブースの中で干してました。で、そうですね。まあ、特に、シルバーも、もやもやっとなってないし、大丈夫だと思います。結局どうだろう。予定通り、6回ぐらいかけたのかな。薄くね、1、2、3、4、5、6と、薄く6回かけて、まあクリアの塗膜の厚みっていうのを確保できたと思います。じゃあこれをね、またあの1週間ぐらいかな、この後はあの乾燥機、初期乾燥機の中に、放り込んで、2時間ぐらい温めて、でその後1週間ぐらい放置します。その間に、インテリアの方ですか、手を出したいと思いますので、じゃあ今回はここまでですね。次は、インテリアの方のとりあえず多分部品レベルの塗装かな、もしかしたら組み立てまでいけるかもしれないです。それではまた。